場馬賞は、帯広市が、帯広競馬場で開催するワネイ競馬の重賞競争である。聖賞は、全国公営競馬主催者協議会会長賞、農業法人化またきの子株式会社賞、4歳馬による重賞競争として2008年より新設。同年度に新設された、白林賞、既存の銀河賞と合わせて4歳世代の参観競争を、なし、 このうち最終戦となる本競争が4歳世代のチャンピオン決定戦を担うようになった。また競争格付けも最高位の BG1 が与えられた。なおこれと入れ替わる形で4歳馬による重賞競争の旭川記念は2006年をもって終了した。創設当初より正月開催期間に施行しており、開催日も2009年を除き1月3日でほぼ固定されている。 第2回は農林水産大臣商店として施行された。本競争は上記の通り4歳世代のチャンピオン決定戦に位置づけられている。バンエイ競馬では平地競争と異なり4歳までの馬は小馬に比べ能力的に劣るとされているため3.4歳のクラスが設けられている。3歳馬限定のチャンピオン決定戦はバンエイ、ダービーやバンエイ、オークスがある一方、 4歳馬による重症は旧旭川記念こそあったモノチャンピオン決定戦としては明確になっていなかった。このため、帯広単独開催となった2007年度より本競争が新設され、4歳世代のチャンピオン決定戦として位置づけられた。ありがとうございます。